おはようございます。黒バラ軍団の次郎です。本日のターゲットホールは気候の阪急三国店さんです。抽選番号は6番でした。朝一の立ち回りなんですけれども、リセットがかかっていれば鬼浜で、リセットがかかっていなければ番長や高架機動隊あたりを中心に攻めていきたいと思います。前日下見の結果、ジャグラが、稼働も設定状況も良さげでしたので、朝一学訓チェックだけしたいなと思います。よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。前日5965回転、21の26で126分の1の、アイムジャグラーなんですけど、まあ、前日で目変わってないんで、学訓チェックだけしてみます。際どいですね。続いて、まあ、7000近く回ってる、前日7000回転近く回ってる台で、まあ、合算133分の1なんで、これも学訓チェックだけいきます。学訓ですかね、多分ちょっと分かりづらいんで、 ARD 機もお店の状況だけとりあえず見ておきます。この戦国乙女なんですけど、前日と出目一緒なんですけど、払い出しが前日位置ついてた状態で閉店したんですけれども、多分電源オフオンで消えないと思うんで、多分この位置が消えてるっていうことは、設定変更の可能性が高いのかなと思います。前日900アベシぐらいの北斗なんですけれども、まあ、出目変わってないんで学訓チェックします。学訓っぽいっすね。鬼浜も結構リセットっぽいんで、じゃあ鬼浜のリセット狙いから打っていきたいと思います。この鬼浜一度37ゲームまで回したんですけれども、即前兆がないんで一度やめさせてもらって、もう一台朝一台があるんで、そちらの鬼浜も打っていきたいと思います。じゃあ2台目の鬼浜リセット狙い打っていきます。108ゲームでカット飛びゾーンです。126ゲーム発展です。復活127ゲーム当選ですね。投資が300枚です。ボーナスゲームですね。131ゲームボーナスゲームです。4人目でアイちゃんで、5人目に京介ですね。男ボーナスに昇格してほしいですね、ぜひ。
ました。よかったですね。七揃い告知から始まったんで、まあリセットですね。ヤクモの告知でいきます。チャンス役ですね。ジャックバリバリ目です。最初から赤扉なんで熱いですね。AT 当選しました。よかったです。ジャックバリバリ目から AT 当選ですね。じゃあ狂乱レイブいきます。バトルも負けてしまいましたね。連打で復活しましょう。2セット目突入ですね。飛ぶ王なんで大ピンチです。残念ですね。T2 セット消化でボーナスタワーして420枚獲得でした。121ゲームで、全長を引けないんでやめたいと思います。鬼浜が3台あるうちの1台なんですけれども、当日256付近で当たってるんで、まあ、今回、まあ、前回のモードが通常 B もしくは天国準備モードかなと思うんで、74回転で放置されてるんで、まずこの台を打ってみたいと思います。126ゲーム、連続演出失敗でやめたいと思います。朝一37回転で捨てた鬼浜なんですけれども、リセット狙いで128まで打っていきたいと思います。102ゲームで名会長ですね。多分ゲーム数からだと思います。117ゲーム連続演出8点ですね。弱い演出ですね。あ、勝ちました。120ゲーム、ゲーム正解ですね。持ちメダルからの当選です。145ゲーム男ボーナスが出てきますね。テンパイオンがぶちかますですね。ヤクモの告知いきます。チャンス役ですね。今日バリバリ目なんで、なんとか AT 欲しいですね。
一撃ですね。残念でした。いいですね。男ボーナス10ゲーム目でエディ告知です。今日バリバリ目からですね。男ボーナス50ゲーム消化で獲得枚数110枚で今日バリバリ目から AT ストック1つですね。ボーナスと1セットで243枚でした。ザワザワしてますね。チャンスアップです。103ゲーム、カットビゾーンですね。119ゲーム連続演出に発展です。弱い演出ですね。お、引き分けからのバトルですね。一冊技で勝利ですね。124ゲーム、ゲーム数勝ちです。131ゲーム、キョラレンブ当選ですね。ボーナスの代わりにキョラレンブですね。 AD いきます。ジャックバリバリ目ですね。ここでイントロは乗せです。ありがたいですね。まずは20ゲームは乗せです。20ゲームだけですね。チェリーメットから20ゲーム上乗せでした。ベイセット185枚でした。とりあえず128まで回していきたいと思います。男ボーナスですね。男ボーナス消化で153枚ですね。 AT 告知はなしでした。天国ループ期待したいですね。127ゲームで、天国確認なしなんでやめたいと思います。広角機動隊の4ゲーム目なんですけど、ちょっと連続演出中なんで、この連続演出だけ打ちます。
じゃあ連続演出中の広角機動隊ちょっとします。終わりましたね。若干前兆演出来てるんでもうちょっとだけ打ってみたいと思います。攻撃機動隊は、低設定の場合リセット狙い期待値マイナスなんでちょっと早めに見切ってやめたいですけど、ややこやく引いてしまいますね。ここでショートハックですね。やるか。まあ、ショートハックとかの演出が来た時に下段バーが止まったら中リールこの白いバー狙ってもらって、まあ、右リール振り打ちで1枚役が取れるんで、まあ、これ狙わなかったらベルの V 字型になるんで、まあ、1枚役小さいようですけど、何度も取れれば、まあ、大きいんでできるだけ狙っていった方がいいですね。こちらを見る。こちらを見る。行きましたね。ショートハックのチャンス目から高確率ゾーン行きましょう。開閉モード突入。目標 10%。 熱いですね。追加でも 50% チャンス目だと確定ですね。確定ですね。52ゲーム高確率ゾーンからチャンス目でSAC モードですね。 AD です。50ゲーム上乗せなしですね。終了時緑のこの画面なんで緑と赤と金があるんですけれども緑の画面なんで8ゲーム、前兆確認して前兆来なければやめます。25ゲームでやめたいと思います。このジャグラーなんですけれども、朝一学校にチェックさせてもらったんですけれども、まあ、ちょっと微妙な感じやったんですけど、まあ、もしかしたら据え置きもありえるということで、まあ、今他にゾーン狙いや天井狙いできる機種がなくて、まあ、このジャグラー打ちつつ様子見ながら他の ART、AT 機で、ゾーン狙い天井狙いできる台があれば、そちらに移動する感じで少しこのジャグラーで様子見ていきたいと思います。持ちメダルがなくなったんで追加投資ですね。350枚目です。自身で270回転くらい回してみたんですけれども、ちょっとあんまり良さげな状況ではないかなと思いますのでここで一旦やめます。当日836回転でビッグ2回レグ3回のガスタン167分の1の台なんですけれども、こんだけの試行回数だと、まあ、ボーナス確率なんて全然信用もできないんで、
まあ、他に数字ついてる台を見ると前日前々日のへこみからの上げになるんですけど、まあ、その条件の台っていうのが結構多いんで、まあ普段はあまりしない立ち回りなんですけれども、まあ、ちょっとジャグラーの高設定探しながら ARDK、AT 機のゾーン狙い、天井狙いが開けばそっちに移動する感じで打っていきたいと思います。では打っていきます。1ゲームですね。154ゲーム打ち始め、155ゲーム先目かっすね。単独っすね。単独ビッグです。総投資が600万ですね。さっき告知っすね。単独で、74ゲーム単独ビッグですね。47ゲームチェリー重複ですね。チェリー重複で47ゲームビッグです。41ゲームですね。41ゲーム単独で単独ビッグですね。結構連チャンでビッグ引いたんで、サマイはプラス200枚ぐらいあるんですかね。22ゲームですね。レギュラーボーナスです。ゲーム単独ですね。単独ビッグでした。最初悪かったガスさんも今はだいたい100分の1ぐらいに一旦落ち着いてるんですけれども、まあ、だからといって設定推測要素的にまあ、コロック濃厚であったりとか低設定否定っていうことは言えないんで、まあ、ジャグラーの設定カンパすごい難しいと思ってるんで、強い根拠がない限りすぐやめたいと思ってますし、 AT、ART 機でゾーン狙い、天井狙いができる台があれ見つかればすぐにでもそっちに移動したいなと思ってます。45ゲームですね。単独ビッグ45ゲームです。光りましたね。先告知でチェリー重複ですね。ビッグですね。142ゲームですね。単独の単独ビッグです。142ゲーム単独ビッグですね。結構早めにボン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 ビッグ引けてるんで、出玉は今1800枚ぐらいですかね。この出玉を守りながら、カンパできれば一番いいですね。150ゲームですね。150ゲーム単独レグですね。36ゲームですね。単独バーです。
83ゲームですね。83ゲームチェリービッグです。68ゲームですね。68ゲーム単独ビッグです。27ゲームですね。最高口です。ビッグですね。19ゲームですね。19ゲームレギュラーボーナスです。147ゲームですね。チェリー重複です。ビッグですね。単独ビッグです。先小口で下段に止まったんで7揃えます。172ゲームですね。172ゲーム単独ビッグです。おお、26ゲームですね。チェリービッグ26ゲームです。今この台がボーナスが74回転なんですけれども、まあ少しブドウが悪いとかバー確率が悪いとかいうぐらいしか、悪いところはないんですけど、まあ、特に他に強い部分もなく、番長や北斗でちょっと打てそうな台があるんで、一応そっちを打ってから空いてたらもう一回この台に戻ってこようと思います。さっき言ってた気になる台の一つなんですけれども、まあ、オスバンチョス190ゲームでやめてある台を、まあ、200のゾーン打っていこうと思います。234ゲームで全長否定なんでやめたいと思います。気になっていた台の一つなんですけれども、北斗の拳転生の章503枚飯ですね。5号5の前兆を見極めて通常 AB 判断して打っていきたいと思います。542やべして定めの時ですね。576アベシで天破なし確認ができたんでやめます。
1箱だけ残して後の出玉流させていただいてから、ちょっと打てる台探したいと思います。2342枚でした。ゼーガビーンの401ゲームがあるんですけれども、ゼーガビーンは500ゲーム到達でゲーム数消化でのチャンスゾーン抽選してるんで500ゲームで 50%、チャンスゾーンに当選するんですけれども、まあ、なかなか400ゲームから追うにはちょっと期待値マイナスだと思うんで、まあ、480か500ギリギリぐらいがあったら打っていきたいなと思いますね。浜の35ゲーム目を打っていきたいと思います。まあ、前回当選が388ゲーム当選なんで、まあ、前回通常 B もしくは天国準備ぐらいにいるのかなと、まあ、そしたら、まあ、天国に上がってる可能性もありますし、まあ、天国上がってなくても1、2敗以内の振り分けもあるんで、まあ、あまりリスクもないんで、打っていきたいと思います。タック7ゲームカット飛びゾーンですね。赤の方ですね。少し期待します。少し期待できますね。121ゲーム連続演出です。負けましたね。126ゲームやめます。ゾーン狙いできる機種、まあ、ちょこちょこ打ってみて、そのまま状況が変わるかどうか、待っては見たんですけれども、なかなか変わりそうにもないんで、ここら辺で出玉を流したいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。本日の立ち回りは朝一ゾーン狙いで出玉を得ることができなかったんですけれども、当初抑えることができ、前日の下見で気になっていたジャグラーで出玉を得ることができました。でも打ち切るには設定推測要素が足りず、思ったよりも伸びなかったのでやめさせていただきました。その後のゾーン狙いはうまくいかなかったんですけれども、今後も続けて狙っていきたいなと思います。本日の結果なんですけれども、投資が600枚、回収が3158枚で3枚がプラス2558枚でした。本日のポイントが5ポイントで、前回と合わせますと56ポイントになりました。これからもどんどんポイントを稼いで、全勝を目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。